こんにちは、炭酸美容家の高橋ひろみです。重曹を溶かしたお湯にクエン酸を入れてシュワシュワっと炭酸水を作っています。今日入れてみてください。セミナーでは皆さんに実際に炭酸水を作ってもらって手を入れてもらっています。これをすることで炭酸の良さがとってもよく分かっていただけるんですよ。ぬるま湯なのにしばらく手をつけているだけで血行が良くなっているのがよく分かります。それからプチプチとした炭酸の泡がとっても気持ちいいみたいで、皆さん結構楽しんでこのセミナーで炭酸のハンド浴を試されていますよ。すごい、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 たったの3分間手をつけただけでポカポカになるのにみんな驚いていました。来てくださった皆さん、どうもありがとうございます。